毎度フローターパイロットのヒロボーです。このリールでも一番軽くて何グラム投げれるのかチャレンジしてみたいと思います。こういう感じです。クラッチを押すとスプールだけが回ってレベルワインダーは連動していないです。そしてハンドルを回すと戻ります。こういったメタルブッシングモデルになっています。そして今回の動画でもこのメタルブッシングで使っています。ジャッカルの SK ポップです。こういう感じです。ウェイトは 6g です。よっしゃー、食った。やったね、バレる。バレるな。楽しいぜ。バレるな。よっしゃ。やばいやばい。よっしゃ、出た。おぉ。やったね。バレるな。嬉しい。よっしゃ。うほほほ。やったね。怖い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 。はい、ありがとうございました。やったね。サンキューベリーマッチ。エバーグリーンのウルトラスレッジです。こういう感じです。ウェイトは 5g です。
よっしゃ、食った。バレるな。バレるなよ。ダイワのちっちゃいミノーです。こういう感じです。ウェイトは 4g です。よっしゃ、バレるな。よっしゃ、バレるなよ。頼むで、やっていこう。やりました。おほう、うわ、楽しい。うわ、ほう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 、元気いっぱい。よっしゃ、フロントフック外れてる。やばい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 、怖い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 。よっしゃ、やったね。ミノーで来ました。サンキューバスカン、ありがとうございました。やったね。昔メバル用に買ったちっちゃいミノーです。メーカーは忘れてしまいました。こういう感じです。ウェイトは 3g です。よっしゃ、食った。やったね。うほー、嬉しい。バレるなバレるなバレるな。よっしゃ、はい、やりました。やったね。よっしゃ、食った。やったね。うほー、嬉しい。かー、バレるなバレるな。うほー、バレるなよ。うほー、バレるな、バレるな、バレるな。うほほほ、楽しい。うほほ。よっしゃ、バレるな、バレるな、バレるな。バレるな。パン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 。うほ。うほ。うわ。よっしゃ、バレるなよ。頼むで、頼む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 。よっしゃ。やったね。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございました。やったね。こちらも昔メバル用に買ったちっちゃいミノーです。
こういう感じです。ウェイトは 2g です。さあ、食った。やったね。嬉しい。うわー、バレた。いやー、まあまあいいサイズ。残念。ありがとうございました。やったね。サンキュー、バスカン。ブレットンのスピナーになります。こういう感じです。ウェイトは 1.6g です。ブレットン、バレるなバレるな。よっしゃ、やったね。ありがとうございました。今回のロッドはダイワのファントムの ST10 と比べれるように同じロッドを使いました。ファントム PP562 の 2RB です。ラインはダイワの月の響きスーパー PE の 0.45、8ポンドです。5年ぐらい前にメバル用に買ったラインになります。こういったスーパー PE は、ヒロボーはちょっと滑りやすいと思うので、ラインの結び方はこういう感じで結んでいます。二重にしてからぐるぐるぐるっと巻いて結んでます。これを2回行っています。こういう感じで2回結んでいます。そしてよいしょ、通してからまた通しています。よいしょ、引っ張って結んでいます。それではまた楽しんでみたいと思います。ご視聴おきに。